スポーツ愛 ESPN がお送りします。スーパーナインボールワールドチャンピオンシップ in 台湾、今日ご覧いただきますのは男子の決勝戦です。そして解説に磯本実さんに加わっていただきます。磯本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ決勝戦、はい、懐かしい顔がいくつか並んでいると感じる方も多いんじゃないでしょうか。そうですね、梶谷選手ですね、はい、試合会場では真面目な顔してますね。そしてこちらは女子の優勝者、はい、アリソン・フィッシャーですね、そうですね、アリソン・フィッシャーですね。出ました、出ましたね、その人気絶頂というんですか、たくさんのお便りもいただきましてありがとうございます。はい、その選手への応援のお便りたくさんいただきました。さあ、そしてこの決勝戦が間もなく始まります。第1ゲームのブレイクショットを行ったのは高橋選手です。さあ、高橋選手、はい、決勝戦始まりましたけれども、やはり最初のブレイクの前ってドキドキするもんですか。そうですね、すごく緊張しましたね。そしてこのブレイクショット、まずはやはり確実にという感じでついていったんでしょうかね。はい、慎重についたんですけども、はい、危なかったですね。あわやスクラッチという、はい、ギリギリで助かりましたけれども、はい、逆にこういうのを見ると今日は月があるのかな、運があるのかなって思ったりするもんですか。いや、あんまり思わないです。あ、そうですか。はい、そしてこれ1番と4番がほぼ重なるような形で並んでいますね。はい、これはもう決勝戦始まる前に女子の決勝が終わってますから、はい、もうこれ1台でやってますからね。で、この世界選手権でこれはもう本当に最後のゲームでしたから、はい、ギャラリーも多かったですし、こう会場の雰囲気もやっぱりこう緊張感をもう倍増してましたよね。たくさんの目が高橋選手のプレーに注目しているわけですね。そして今難しいコンディションの中セーフティーをかけてきたんですね。いや、一応1番も狙ったんですけども、はい、入らなかったら隠れるようについたんですけど、全然見えてますよね。さあ、そしてテーブルについたのは前年度のチャンピオン、ジョニー・アーチャーです。そうですね、磯本さん、改めてアーチャー選手について、まあ、アメリカを代表するもうプレーヤーですよね、はい、ここちょっと去年ぐらいから調子悪かったんですけどね、はい、96年まではもう本当にまあ、アール・ストリックランドとかアメリカを代表するプレイヤーいるんですけども、やっぱりダントツの安定感と実力を見せつけてきたプレイヤーで、まあ、台湾ですと同じ会場で92年に、はい、世界選手権をやった時に彼は優勝してます。その時が世界選手権初優勝ですね。彼の相性のいい台湾ということになりますね。そうですね、まあ、彼は世界選手権の決勝も経験何度もしてますから、はい、まあ、余裕がある中にもちょうどこの世界選手権の前の週に、はい、アメリカでキャメルツアーというプロツアーがありまして、そこで、まあ、彼もジョニー・アーチャーももちろん出てまして、で高橋プロも出てたんで、はい、お互いの試合を見てるんですよね。その辺の、まあ、こうよくトーナメントっていうのはその試合だけじゃなくて、はい、長い流れの中でっていうのがありますけど、特にこう世界選手権になると知らない国の選手も多いんですけど、はい、まあ、お互いに顔をよく合わせているという、まあ、日本人ではジョニー・アーチャーとよく顔を合わせているというのは高橋プロしかいないんですけどね。まあ、その高みまで登ってくるのは高橋選手ぐらいしか日本ではなかなか見当たらないという感じなんですね。で、多分まあこれは僕ら第三者から見てると完全にアーチャーは嫌がってましたね。ああ、そういう感じですかね。高橋さんはそれ感じました？いや、僕も嫌がってますからお互い様ですか。はい、その高橋さんから見てアーチャーのいいところ、逆に言えば対戦相手からすると嫌なところって何ですかね。そんなに嫌なところっていうのはないですけども、はい、やっぱりアメリカ人みんなすごい勢いがありますから、そういうのがやっぱ怖いですよね。じゃあ乗せないことが勝利の秘訣という感じですね。そうですね、はい、やっぱり野球と同じで日本の野球とメジャーリーグの野球は違うなんてよく言いますけども、はい、ちょっとそういう、まあ、野球とは全く違うんですけどね、はい、ちょっと同じようにその爆発力の差っていうんですかね、ランアウトする勢いとかっていうのはもう、はい、やっぱり日本とではだいぶ違いますから。おっと、磯本さんが右に映ってますね。いますね。そして真ん中には3位になった利川選手が映っていましたけれども、はい、ちょうどこの決勝戦の前の日に僕は行ったんですけどね、はい、世界選手権の高橋プロが行って、まあ、負けたら電話くれるという話だったんですけど、まあ、前の日まで電話ないし、まあ、流れ的にもう勝つだろうって言ってたんで、まあ、急遽前の日に台湾行ったんですけどね、はい、行ってみたら決勝もうベスト4ぐらいだと思ってたんですけどね、もう決勝でアーチャーとだなって言ってるんで、まあ、ちょっと入れ込んでいってるんですけどね、
顔は朗らかでしたから、もう結構ここまで来れば満足といった感じだったんですか、ね、いやもう勝つと思ってたんですけど、ね、正直言うと勝つと思ってたんですけどね、特に相手もアーチャーでちょうどいいんじゃないかなっていう気合も入るだろうしっていうのもあったし、はい、こうまあ、前の晩なんかも話もしたんですけどね、さあここでアーチャーに、まあ、ミスが2つ続くような形で、失敗しまして、高橋選手のチャンスが回ってきました、はい、これは助かりましたね。そうですね、最初のゲームですし、はい、絶対取っておきたかったですから、まあ、決して綺麗な形で順番が回ってきたわけじゃないんですけれども、はい、まずはそんなこと言ってられませんよね。そうですね、長いゲームなんで、はい、さあ9ボール少し角度的に難しくなってしまいましたが、台に寝そべるような形で9ボールを狙います。真ん中に落としてきました。高橋選手幸先よく第1ゲームを取りました。拍手も多いですね。そうですね、相手が台湾人じゃないですから、はい、なるほどまあ以前ご覧いただいたチャンハオピン戦ではね、本当にチャン選手ばかりが拍手を受けて、そんなこともありましたね。あの時の高橋選手はもう怒った顔ばかり見せて、そうでしたか、怖い印象を、ね、見てる方に与えたという感じもあるんですけど、覚えがあんまりないんですけども、そうですか、今日はその汚名を晴らすべく爽やかな部分を、ね、はい、たくさんご覧いただきたいと思うんですけれども、はい、さあこのブレイクショット実に爽やかになりました ね、はい、いい形で、まあ、多分本人はですね、はい、余裕がなかったってさっきも言ってましたけども、僕らから見てるとやっぱりアーチャーの方がちょっと余裕なかったんじゃないかなと思いますね。あ、そうですか。今まあ前の週なんかも、はい、アメリカで試合やってる時に、まあ、僕も言ってたんですけども、彼がまあエフレン・レイスという、まあ、ビリヤードの業界内部ではもう天才ですよね、はい、彼と試合をやって、まあ、勝ったんですけども、はい、高橋選手がその試合をたまたまジョニーアーチャーが僕の横で見てたんですよ、はい、で僕まあジョニーアーチャーとも仲いいですから、はい、いろんな話をちょっとしてたんですけどもね、すごく嫌な顔はしてたんですよ。あ、そうなんですか。でしばらくジョニーアーチャーと高橋選手は当たってないんですよ、去年の一番アメリカツアーの第一戦で当たったんですね。そうですかね、1回当たって、はい、そこで高橋プロ負けたんですけども、はい、それからずっと当たってなくて、あ、でやっぱその間の高橋プロがこうパワーアップしていくっていうのは、もうアメリカにいても彼がアメリカに高橋プロが行きますから、はい、見てますからね、でずっと当たってないのが多分アーチャーはかなり嫌だったと思いますね。何か実物以上に大きなものに見えてしまったのかもしれませんね。あったと思いますよ、はい、そういうオーラを漂わせるというのも、まあ、選手にとって重要な部分ですからね。特にビリヤードは大事ですからね、はい、まあ、僕らはそう見てるんですけどね、はい、本人がどう思えてるかというのはまた違うと思いますけどね、まあ、印象だけなんですけれども、ここまでアーチャー選手がなんとなく気弱な顔に見えるというんでしょうか。そうですね、朝こうまあ、試合会場で女子がもう始まってたんですけど、会場に着いてプラクティステーブルっていう練習用のテーブルが会場の隅にあるんです。そこで練習してる時もやっぱちょっとアーチャーの方が緊張してるのかなっていう、まあもちろん高橋プロは初の決勝ですから世界ですけど、緊張してるのは分かったんですけど、アーチャーが思った以上に緊張してるなっていうのは思いましたね。横にマイケル・コルトレインっていう、まあアーチャーの弟子みたいな子がいるんですけどね、若い子なんですけど、すごくアメリカでも今伸び盛りの選手がいるんですけど、はい、彼と、高橋選手が当たってるんですよね。決勝トーナメントの2回戦で、はい、当たってますね、はい、で大逆転で高橋プロが勝ってるんですけども、はい、最初リードしてて、そうですね、7点リードしてたやつをひっくり返されて、これはすごいです ね、 そうですね、相手に与える恐怖感というのはすごいんじゃないですかね、はい、それを逆に最初高橋選手がリードしてたんですよ。ほほほほ、それを大逆転されて、はい、それをまた逆転して勝ってるんですけども、その話をコルトレインが僕に一生懸命説明するんですよね、その横でアーチャーがなんかこうおどおどしてたっていうイメージがありますよね。あ、まあ、ニックネームでドラマチック国彦なんて言われますけれども、まさにそのドラマチックな展開を見せたわけですねあ、まあ、そのあたりが伝わってたんでしょうか。しかし今回ドラマチックな必要はありませんね。順調にブレイクランアウトで2ゲーム連取しました。高橋選手2対0と2ゲームリードしています。この辺からもこう似てる日本選手とかですね、はい、チームジャパンとしては、いける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 なんて言ってたんですけどね、はい、さあ2対0少し落ち着いてきましたかね。いやもうまだですね、コンディションもまだあんまりつかめてないですし、やっぱり決勝戦というのがすごくやっぱり緊張しますから、
さあこのブレイクショットノーインに終わったんですけれども、しかもこれはかなり難しい配置になりましたね。そうですね、ちょっとややこしいですね。特に左上の、塊が3つありますから、もう長引きそうなセットですよね。しかも次狙う1番が一番右下の穴前にあるんですが、手前に6番がガードするような形でありますので、これはプレーするジョニー・アーチャーとしてもちょっと難しいところですね。そうですね、アーチャーは嫌でしょうね。久しぶりのプレーがこれですからね、よし行こうと思ってる時にこれですからね、気持ち的に弱ってるところにこういうものをもらいますと集中も難しいんじゃないですかね。そうですね、これは何か落とすのはちょっと無理ですよね。そうですね、セーフティーに行くんですけど、これはもう触っただけという柔らかいショットで、いやこれ場内からも拍手起こりましたけれども、いやらしいセーフティーですね。そうですね、もうでもああするしかなかったですから。高橋さんでも同じようにやりましたかね。はい、だから別に、この球回ってきても当たり前っていう予想通りと。はい、さあこれもポケットはちょっと難しいですから、セーフティーで返すということになりますよね。これが手玉をついて、先玉に当てた後に、いずれかのボールがクッションに入らないとファールになりますから、1番がもうクッションにくっついてるんですかね。これがクッションから離れてるのか、ぴったりくっついてるのかで随分違うんですよね。さあ今指さして、今クッションに、ひっついたかどうかを、レフリーにひっついたの僕は見たんで、ひっついたやろってこうアピールしただけなんですけど、で審判は認めたわけですね。ですからこれはフェアなプレーということになるわけですね。そしてアーチャーはほとんど舐めるというんですかね、かする程度に手玉を今も見てますね。これがクッションから離れてると、よかった、難しい、いや簡単なんですよね。今タッチって苦笑いしてましたけど、笑ってますね、爽やかな笑顔を出しましたけど、いやでもちょっと引きつってますまあこれタッチしてるんで、ボールが先玉がタッチしてる場合は、この当たった後にもう一回クッション入らなきゃいけないですね。手玉か先玉、あるいは他の球が、で今クッションから当たって1番に当たった後に、何もクッション入れなかったんで手玉も触りませんでしたね、それでファールになったわけですね。なるほど、あれがもし1番がちょっとでも離れていれば今のでセーフなんですけども、あるいは白い球がどっかのクッションに触ってもいいわけですね。そうですね、だから今のはもう触るコースなかったですから、あれがちょっと浮いてるのと離れてるのでもう随分違いますね。ただまだ後半も釣れるだろうという予想が立ちますからね、この配置ですと。さあフリーボール好きなところに置いていいんですが、アーチャーも変なところに置いてきましたね。もう下手に触りたくないということですか。もうセーフですね。スリーファールを狙いに来てるんですよね。スリーファールと言いますと、3回続けてファールすると、そのセット負けになるんですよね。このゲームが負け、なるほど、ワンポイント取られるわけですけど、今僕1回ファールしましたよね、で今僕がワンファールなわけですよ、でまあもしこれをファールすると2ファール、で次またセーフティーされて3回続けてファールしてしまうと1ポイント失ってしまうんです。なるほど、このまま9ボールまで落としに行くのはなかなか大変だぞというところで3ファールを取りに来たんでしょうが、しかしそれをクリアしてきましたね。うまかったですね。これは素晴らしいショットじゃないですか。拍手が少ないですね今のは本当に難しいですよね。クッションから当てなければいけない、直接狙えない中で、ポケットの近くにありますから、しかも、タッチ気味でしたから、そうです、ね、当て方によってはもうスクラッチしちゃう可能性もありますから、ファールはこれ以上できませんからね、で今1回セーフしましたので、これでまたゼロに戻るわけですね。ですね、これはちょっと長引きそうな予感ですね。そうですね、ここの1番6番をクリアしてもまだもう3つありますからね、さあこれは何を、これはセーフティーですね。これもセーフティーですね、あ、これはいいところに4番ですかね、ありますのでうまく決まりましたね、ただ険しい表情はなかなか変わりませんね。そうですね、やっぱりこれもしもうファールしたとしても、やっぱり2番も難しいですし、そうですね、9番とほぼくっついてありますね、しかもポケットできるコースはほとんどありませんね。あーちゃんも時間を使ってゆっくりとコースを選んでいます。これは
ワンクッション、ツークッション、ツークッションですかね。はい、そうです。ツークッションで当てて手玉を止めたいんでしょうかね、はい、やや右をついてますね。はい、おっと、これはほぼ同時に当たったようですが、どうやらセーフのようでしょうか。ただ思い切って割ってきましたね。そうですね、あの別にあの1と6を崩しても、はい、他難しいですから。2番もついてますし、まあ、この1番落とされたところでまだまだ平気だよというところなんでしょうか。はい、かなり微妙でしたね今。そうですね、ほぼ同時に見えたんですが、はい、ここは審判は取りませんね。はい、さあ1番はポケットできるコースが空きました。ただ2番、本当にいやらしいところにボールが囲むような形で配置されてますよね。そうですね、これあの1番を入れてやっぱり まだ2番でセーフティーをしないとダメですから、はい、でこの球出し非常に重要になりますね。はい、さあほぼタンクッションにくっつくようなところに手玉を配置しました。そして9番の右に2番があるということになりますので、はい、どこに手玉を持ってくるんでしょうかね。これセーフティーして、しかもあの3つを、まあ、あの3つの中に手玉が割っていくような形にするんでしょうかね。これはいろんな選択肢が考えられると思うんですけれどもね、はい、やはりいろいろ考えました。そうですね、いろいろ考えて、はい、あの一番安全なようにあの、とりあえず2番と白玉が離れるように、はい、ついたんですけども、はい、ただ1回構えたんですが外しましたね。あのまだいろいろ考えてる状態なんで納得してやっぱりつきたかったんで、はい、迷っている時についてしまうと得てしてミスが出ますよね、はい、それがやっぱり尾を引いてしまったりすること多いんでね、はい、切り替えたらもうそれを信じてやるしかないわけですね、はい、さあ2番を結局あの3つのボールにくっつけるような形で、そうです、あのそれで9番にうまいこと隠れればいいなと思いながらついたんですけども、ちょっと見えてしまいましたね。9番も動きますからね、はい、そのあたりの力加減となりますとかなりねテーブルコンディションを読んでないと難しいですよね、はい、しかしいい子、これはセーフティーになったんじゃないでしょうかね。そうですね、でもあの一応攻めることができますんで、はい、2番は見えています。はい、相手にやらしちゃおうっていう感じですよね。さあアーチャーは攻めてきたんですが結局、はい、あの問題の3つのボールを崩してくれました。はい、これは思うツボですね。そうですね、これで隠れてると、はい、アーチャーとしては、まあ、最低限良かったんですけどね、これ見しちゃうと結果ちょっと難しいボールになってもこう優位に相手をしてしまいますから、今高橋もかなり優位な展開になりましたね。表情が引き締まってきました。応援する利川選手の顔が何度も、ね、映像で映されますけれども、はい、とにかく利川プロが ものすごく一生懸命応援してましたよね、はい、まあ、準決勝で高橋選手と利川選手が対決して、まあ、日本人同士の準決勝だったわけですよね。その分やっぱ勝たないとっていうプレッシャーが大きかったですよね。利川選手を破って決勝まで進んだ以上、はい、利川選手の分まで勝たなきゃいけないっていうんですかね、はい、でもそれがあの、はい、逆に自分にとってはいい方にうまくいいように考えれましたから、とてもやっぱ力になりましたよね。そうですか、もう本当にもう一緒に利川さんも一緒に戦ってるんやっていう気で、すごくいい方向に出ましたから、はい、良かったですよね。落ち着いてプレーできてますし、なんか一人じゃないような、はい、そんな安心感というんでしょうか、心強さみたいなものも、はい、利川選手が見ることによって生まれたかもしれませんね。そうですね、今こう個人種目ですから、はい、ビリヤードっていうのは、そういう中にもやっぱりこう日本を背負ってるみたいな部分で、はい、やはりすごく、いい形で、迎えてますよね、この決勝戦という舞台を。なかなかどうしても今まで、まあ、去年アジアンゲームスというのがありましたけども、はい、まあ、ちょうどこの試合の後になるんですけども、はい、そういうのは今までなかったですから、どうしてもこう団体というかチームという雰囲気はなかったんですよね、はい、ただこれから世界ってこういう世界選手権もそうですし、はい、まあ、オリンピックなんていう
ことも今ずいぶん可能性が高くなってきてますから、そうなった時にやはりチームジャパンという部分でそういうみんなでプレイヤー同士も助け合っていかなきゃいけない部分が出てくるでしょうし、そういう部分今回まあ利川プロと高橋プロがまあ2人でずっと話していることを聞いているとかなりいい意味でそういうのができてきてるのかなっていう、まあトップ同士だから分かり合えるっていう部分あると思うんですよね。いい緊張感で臨めた決勝戦ですよね。そうです、はい、さあナインボールを落とせば3ゲーム連取ということになります。壮絶なセーフティー合戦に高橋選手勝ちました。3ゲーム連取して高橋選手3対0と3ゲーム差をつけています。スポーツアイ ESPN がお送りしていますスーパーナインボールワールドチャンピオンシップ in 台湾、今日は男子の決勝戦高橋邦彦対ジョニー・アーチャー戦をご覧いただいております。さあ以前さっきご覧いただいたところから2つ取りましたね。そうですね、5対0、もうどんどん差は開く一方ということで高橋選手5対0とリードしました。はい、いい感じじゃないですか。いや、あの見ての通り苦しいですよね。泣きそうな顔してましたね今なんかどっちがなんか逆転されてるような表情が今映りましたけどね。どっちがリードしているのかわからないという感じの表情ですね。はい、ただまあ5対0になってくると少し余裕が、あの、あるとは思うんですけどね、はい、やっぱりあの相手のジョニー・アーチャーが、はい、あの勢いがありますので、はい、あの1回チャンス回してしまうと、5点ぐらいあっさり追いつかれて逆転される可能性ありますので、やっぱり 5-0 とはいえ厳しいですね。まだ見てるとかなり余裕があるのかなと思いましたけれども、そうでもないんですね。もう全部嘘ですね。え余裕あるように見せてるだけで、はい、本当は全然余裕なかったですね。あ、そうですか、はい、ただ今のような苦しい場面もちゃんとセーフティーで切り抜けてきますね。はい、でもあの少し見えてしまったんですね、はい、ちょっとミスしたんですよ、ね。あ、はい、まあ、見えてはいますが、はい、ポケットするのはちょっと無理な角度でしょうか。難しいんですけども、はい、コーナーに通ってますかね。ますね、はい、ただアーチャーとしては生地通ってると落としに行かなくちゃならないような変なプレッシャーを受けてリスクを崩すきっかけになりかねないんじゃないかなと思いますけれども、はい、もうこの場面はもし通ってれば、はい、もう行くしかない場面ですよね。そうですよね、5ゲームリードされてしまった側とすれば、はい、ここでせこせこセーフティーしてるとなかなか追いつけないっていう形になりますよね。やはりいつも言う相手を潰すという、はい、精神的に潰していくという部分で言うと、ここでセーフティーのミスが出た後ですから、これを入れて取り切って一気にっていうのがもう一番いいパターンですね。そうすることによって相手が銃の力が出なくなってきますから。そうですね、相手のミスをね、はい、本当にミスにしてあげるというんですか。そうですね、してしまうという必要ですよね、はいはい、そういうことを、まあ、アーチャー選手ってもちろん分かってますからね、これ通ってれば入れに来るんじゃないですかね。ただ難しいですよね。さあ狙ってきました。いや、来ましたね。いや、これきっちり取りました。大きな拍手、はい、こういうところがやはりアメリカのトップっていうのはやはりしっかりしてますよね。かなり間を取ってついてきましたけれども、逆にこんなに間を取るとリズム崩すんじゃないかなって気もしなくもないんですが、よく落ち着いて入れてきましたよね。そうですね、なかなかこういう5対0で決勝戦で5対0にされて、ああいう球パンともらってなかなか入れに行けないんですけど ね、 そうですよね。やはりこの辺が強さの秘密でしょうね。特にここまでアーチャー選手がミスが激しかったというよりは、高橋選手が強すぎてプレーさせてもらえなかった印象が非常に強いですから。そうですね、もう、きっちりこうプレーしてるというイメージですからね、逆にこうああいうプレーをされているとアーチャー選手にしてみるとちょっと崩しにくいなっていうのはもう、あるでしょうからね。これ今ナインボールまでいい形できましたから。そうですね、この後一気にブレークからもう行こうと思ってるんですね。大きな拍手が巻き起こっています。アーチャー、この決勝戦で初めてゲームを取りました。しかしまだ5対1 4ゲーム差があります。ただアーチャー選手のブレーク、今ブレーク映りますけども、はい、これも世界でトップのブレイクっていう、もうトッププレイヤー誰に聞いてもブレイク誰がうまいっていうとアーチャーがうまいと。見事に2つ落としました。
1番と7番ですね。彼のこのブレイクが、はい、まあ本当にいろんなプレイヤーに聞いて誰がうまいっていうと、もうみんなが揃ってアーチャーと答えるんですけどね、はい、全てのボールが動きましたね。あの1番に正確に当たってますしね、はいはい、強ければいいというものじゃなくて、その正確性というのもブレイクの重要な要素ですよね。逆にそのブレイクという最高の武器を持ってますからね、はい、さっき、まあ、ワンチャンス与えると5000ぐらいすぐ取ってしまうという高橋君の話ありましたけど、はい、まさにその通りで、もう彼のブレイクがあれば簡単に取ってしまうでしょうね、まあ、今回このまま配置いいですけどね。あ、ジャネットリーが手を振っていますね。我らがジャネットリーがこんなところで出てくるなんて、プレー中と違ってすごい笑顔ですね。そうですね、印象違いますね。試合も終わってほっとしてるから出る笑顔なんでしょうね。そうですね、惜しくも決勝戦まではたどり着けなかったんですけれどもね、はい、この緊張感の中に意味もなくジャネットリーの笑顔が出てくるところがたまらなくいいですね、まあ、これがビリヤードのゲームの魅力の一つでもありますよね。そうですね。さあ順調に来たチョーク投げちゃいましたね。まずチョーク投げつけてしまいました、はい、これは手玉のコントロールミスに対する怒りでしょうかね。はい、そうですね。でも今のはもう完全なミスですね、もう、はい、さあリプレイをご覧いただきたいと思いますが、横に引こうとしたんですね。そうですけども、はい、今のはもう隠す方が難しいですね。もっと転がっちゃいすぎちゃうことの方が多いでしょうね。そうですね、はい、もうあの今のショット自体はもう全然球が出てないですよね。あ、なるほど、はい、どうしてもバックスピンとかをかける場合は球出しが長くないと効かないんですけれども、あ、というか今のはもう、はい、あの自然にあのポジションできる配置だったので、隠す方が難しいです、ね、あ、そうですか、はい、どうしちゃったんでしょうね、はい、さあここはカーブをかけてくるんでしょうか、ひねりで対処できるんでしょうか。おっと、これはスーパーショットだが落ちてしまいました。スクラッチ、はい、もうあの、はい、狙ってる時から入ってもスクラッチするか、あの穴前で止まるっていうの分かってましたから、もう全然6が入っても全然平気でした。もう高橋選手それは見切ってました。あの、はい、この時だけはね、あのどうせダメだろうと。そうです、入ってもおそらくスクラッチするか、はい、あのあそこで止まるか、あの手前で止まるか、どっちにしても不利な状況ですよね、はい、がっかりですね、はい、そしてチャンスをつかんだ高橋選手、きっちり8番9番を落としまして、はい、まあ、アーチャーの不運というんでしょうか、そういったものも手伝いまして流れ完全に引き戻した感じがあります。6対1、再び5ゲーム差と開いています。まあプレイヤー的に言うと死んでるという状態にもう近いところまで来てるんですけどね。そうですね、もう本当に今のラッキーですよね。僕はもう あんなまさかあんなミスっていうようなミスをしてくれましたから。素晴らしいブレイクから順調に順調にランアウトに向けて進んでいったんですが、はい、意外なところでイージーミス、はい、しかも相手にいい形でフリーボールを与えてしまった、はい、これでは流れに乗れませんよね。そうですね、これは大きいですよね、はい、完全にやっぱりアーチャー来るよっていう状態で、来てて、そのミスの仕方が、はい、そのさっき9が出なかったという、まあ、ちょっとちびってるという、はい、状態ですから、はい、正直あのショット見てちょっと楽になりましたね。そうですか、はい、おかしいぞと、場面が違えば、はい、あ、こいつ死んでるっていう、もう ほぼ回ってこない球でしたから、あのミスが出るまではもうダメだろうと、このゲームはもう配置的に見ても、もう絶対に回ってこない球、はい、と自分の中でありましたから、あれミスして何や、大したことないなってこうちょっとやっぱ思いましたし、精神性の非常に強いスポーツだけに隙を見せてしまうと相手に簡単に舐められてしまうというんでしょうか、はい、そういった部分もありますよね。この辺でこう試合アーチャーがついているところを見てると、はい、はっきり言ってもうなんかもう壊れちゃってますよね。今のプレーもなんか中途半端というんでしょうか、気持ちの入ってないショットに見えてしまうんですけれどもね。壊すだけのものを高橋選手が見せてるというのもあるんですけどね、なかなかアーチャー壊すの難しいですからね。そうですよね、やっぱり精神状態がちょっと悪いですから、はい、あの今のショットにしてもやっぱりあのつくときに、はい、やっぱりヘッドアップしてるんですよね。フォロースルー効かす前に顔が上がってボールの結果を求めてしまうというんでしょうかね、はい、
こうなってきますと高橋選手手がつけられなくなってしまうかもしれませんね。これ隠れたんですよ。あ、そうなんですか、はい、そう言ってる先から顔つきがちょっと怖い高橋さんに戻ってきましたよ。はい、まあ、ここ行くとこですからね、はい、アーチャーのミスが続いて、はい、おっと完全に隠れてしまいました、はい、右側の赤を狙わなくちゃならないんですよね、はい、3番しかし7番レンジ色の方が隠してしまいました。これは苦しくなりましたね逆にね。そうですね、もうこれ絶対取っとかないとダメな、はい、あのセットだったんで。この試合の中でも大きな位置づけというんですか、意味のあるゲームなわけですね、はい、そうですね、やっぱ相手が弱ってるところで話しとかないと、はい、自分でも分かってるんですけど、はい、もうすごいショックなんですけど、それを表にもやっぱり出せないですし、本当はもう自分の中ではもうすごいこれ何をしてるんやって本当にすごいショックですよ、ね、さあこれは難しいですよ。おっとわずかに外しました。おっとマナーの悪い拍手が場内から巻き起こって、はい、睨みつけています。いや睨んでないですよ。あ、そうなんですか、はい、あの気持ちすごく落ち着いてます。あ、そうですか、はい、もうそんなことどうでもないぐらいにやっぱり集中できてましたから、やっぱり準決勝のその利川さんと当たったことがやっぱ大きいですよね。もうこんなことでもう絶対に切れたりしたらダメと思ってついてましたから。そうしてみると大きいんですね、そういう周りの人の力というのは。はい、まあ、以前ご覧いただいたチャン・ハオピン戦ではそれでかなり高橋選手壊れてしまったというんですか、はい、集中力を欠いてしまった。やっぱり予選でしたから、はい、あの予選っていうのがやっぱ頭にあったんでしょうね、あの本当はそういうこと思ったらダメなんですけども、はい、やっぱりそういう予選やからっていうのが頭のどっかにあったからやっぱり切れてしまったり、はい、ダメなんですけどね本当は。まあ、予選の場合は1回負けても敗者復活でもう1回勝てば、はい、決勝トーナメント進めるという少しゆとりがあるというんでしょうかね、はい、保険がかけられているっていう部分もあるんですけれども、はい、まあ、この決勝戦さすがに集中力は切れてないようですね、はい、これはただ痛かったですよね、はい、さっきのアーチャーに1個返してた形ですよね、はいはい、アーチャー2つ目のゲームを取りました6対2。さあアーチャー反撃スタートしたんでしょうか。まあ、とにかくゲームが長いですから、はい、13ゲーム先取り、はい、ですからもう5点ぐらいのリードはもうあまり関係ないですよね、はい、このレベルになってくると、はい、ただ今アーチャーの顔は情けない顔でしたね。1番が入ってますから2番、はい、次2番なんですけども、ちょっと8番が被ってるような、これもアーチャーとしたら絶対にここから連チャンでもう最低追いつくぞっていうぐらいの感じでいってますからね。まずこの取り出しが見えてればもう行くよっていう感じなんですよね。かろうじて見えてるようにも見えるんですが、ちょっとカーブかけますかね。球を立ててますので少しカーブかけますよね。これはナイスショット。アーチャー気持ち的にちょっと立て直ってきたんでしょうか、2ゲーム取って。そうですね、やはりさっきの高橋プロのミスが、はい、大きく影響してますよね、生き返ってますよね、はい、死んだはずのアーチャーが。そうですね、アーチャーからしても、はい、やっぱり僕を見てやっぱりこれリードしてるくせにってちょっと思ってるでしょうね。おかしいぞというのは感じたんでしょうね、はい、まだ間に合うかなっていう感じですね、まだ4ゲーム差ですからね、十分乗ってしまうと止められないアーチャーチャンスはあるわけですよね、はい、さあここでおっと難しいショットを考えてきましたね、はい、セーフティーしに行ったんですけどね、結局4番に当たっちゃいましたね、はい、3番。今セーフティーが最高の選択肢でしょうか。それかキスインを狙ったのかな。それ4番に当ててサイドを狙ったかもしれないですね、はい、角には引っかかったんですが入りませんでしたね、はい、突きはちょっとアーチャーにはないかなという感じもしますね。いや、やっぱり攻めるにしても守るにしても今のショッ
ットは多分中途半端だったんじゃないですか。両方の可能性を追いすぎてしまったんでしょうかね。そうですね、はい、どっちかに絞っていくべきでしたよね、はい、ちょっと迷ってたんですかね。あ、なるほど、迷ったまま行っちゃった感じですね、はい、ははははやっぱりそういう気持ちの面で前ながら突くっていうのはやっぱり良くないですね、はい、さあただ高橋選手もこれ難しいですよ、はい、セーフティーですかこれは。そうセーフティーに行くんですけども、おっとあこれはスーパーショットになってしまいましたね。あのただのラッキーなんですけど狙ってないんですけど。あそうですか、はい、すごい笑顔が出てますね、はい、アーチャーが拗ねてます本当ですね、首を横に振ってそんなのなしだよって感じですよね、はい、なんかブツブツ独り言言ってます。でもまあ入ったもんは仕方がないですから ね、はい、ね、どっちにしても入ってなかったら隠れてますし、あのね、たまたま入ったんですけど、僕にとってはもうすごくもう絶好のチャンスですから、はいはい、流れを引き戻せますよね、はい、今アーチャーに流れが引きかけてましたからね、はい、しかも4番出していいところに残ってるんですよね。あ、まあ、偶然3をセーフティーして4番に隠しに行ったんで、あの一番近いのが4番ということになりますよね。もう僕にとってはもう最高のラッキーですよね、はい、よくまあそういう状態になると、はい、特に日本人はあの気にして、まあ、失礼なんていうことをアマチュアなんかよく言いますよね。まぐれあたりというんですか、はい、しますと失礼と言って照れたりしますよね、はい、ただそれ引きずるとやっぱりダメですかね。これはもう勝ち負けを競ってるわけですから、はい、当然それをもう有利に、はい、もうアメリカ人なんかだったらもう大喜びしますからね、あんなことになったら。そうですよね、万歳したりする、まあ、グリフィスあたりだったら客ととりあえず2分は喋ってから次のプレー行きますからね、はい、でまあ高橋プロも切り替えて、はい、自分なりの切り替え方があるんでしょうし、はい、照れずにきちんとプレーにつなげてますね、はい、さあきっちりナインボール落としました。この第9ゲーム高橋選手とって7対2としています。スポーツ愛 ESPN がお送りしていますスーパーナインボールワールドチャンピオンシップ in 台湾、今日は男子の決勝戦をご覧いただいております。高橋邦彦対ジョニーアーチャー、ゲーム14ゲームまで進みました。現在11対2、高橋選手絶好調、13ゲーム先取りですからあと2ゲーム取れば高橋選手世界チャンピオンになるところまで進んできました、はい、いい感じですね。そうですね、もうここら辺からやっぱ多少意識して、はい、もう大丈夫なんじゃないかなっていう自分と、はい、いやまだまだ危ないっていう自分が戦ってるところですね。ただ5ゲーム練習してるんですよね、はい、もう怒涛の勢いですね。もうこの頃僕ら、まあ、日本選手と一緒にいましたからね、はい、祝勝会どこでしようかとか、どうする夜の台湾っていう状態でしたからね、もう見てる方として安心して見てられましたけど、ね、もうまあ大丈夫だろうっていう。やってる方はどうですか。いやもう全然余裕なかったですね。あのプレー自体は、はい、あの常に落ち着いてすごく落ち着いてできたんですけども、はい、やっぱその緊張っていうのはもう最後まで取れなかったですね。あそうですか、はい、ただもうすごく集中できたんで、はい、あのやっぱり良かったんだと思うんですけども、はい、もうすごく緊張してました、ね、足も震えるぐらい。あそうですか、はい、今ご覧いただいているアリソン・フィッシャーも、まあ、先週ご覧いただいた決勝戦ではかなり一方的になりまして、すごく余裕があって、ね、途中、はい、こんな大胆なプレーしていいの、こんな冒険していいのっていうぐらい無謀なショットを繰り広げていたんですけれども、はい、高橋選手は大差つけても冷静な感じでプレーしてますよね。そうですね、やっぱりこの決勝戦ではそんな余裕はなかったですね。まあ、フィッシャー3連覇してますからね。そうですよね、はい、初めてこのステージまで登ってきた高橋選手とは、まあ、状況は違いますよね、はい、でここまで来ますとあと2ゲームだってことは意識するんですか。意識本当はしたらダメなんですけども、はい、もうしたらダメしたらダメと思ってたんですけど、やっぱりちらつくんですね、はい、あやっぱりそうですか、はい、それはでも邪魔になるものなんでしょうね。そうですね、あんまり良くないですね、はい、でもアーチャーもこのまま負けちゃうんじゃやっぱりプライドが許さないでしょうからね。前年のチャンピオンですからね、はい、まあ、負けるにしてもこのままでは終われないですよね。そうですね、まあ、これ去年の暮れですけども、はい、今年もまあ4月からアメリカのツアー始まりますからね、そこでまた何度も戦わなきゃいけないですから、もうこのまま終わったら高橋プロの中ではもうアーチャーいらっしゃい状態ですからね、今度の試合でバンキングするときにはどうもって言えますからね、そうですね、どうも高橋ですと
相手にとっては嫌な気分でしょうからね。そうですね。そういった意味でも高橋選手はなるべく大差をつけたまま逃げ切りたいですよね。そうですね。やっぱりジュニアアーチャーという名前をちっちゃくしておかないといけないですからね。これはもちろん世界選手権で一番大きな試合ですけども、はい、まだまだ続いていくわけですから。そうですね。これで終わるわけではありませんからね、はい、さあ最後の意地を見せているんでしょうかアーチャー。ここは順調に非常にいい形で展開してますね。もう開き直ってるでしょうね、はい、ちょっと危なかったですが8番をねじ込んで9番を狙います。アーチャーようやく3ゲーム目を取りました。11対3です。女子のアメリカの女子のプレイヤーですね。これ左側が、エヴァ・ローレンスです ね、 ですね。右がアイリン・ピッピンですね、はい、ピッピンとはロスで一回会ったこと、ね、そうですね。なかなか綺麗どころの多い女子なんですけれどもね、はい、みんな性格きついですけどね。あ、そうですか。やっぱりあのビリヤードプロですから、はい、戦いしてますからね、まあ多少気丈なぐらいじゃないとプロとしては通用しないかもしれません、ね、そうですね。特に、まあ、テーブルに立てば一人ですからね、はい、さあ11対3ということで差はまだ大きいんですけれども、アーチャーに1ゲーム取られてしまいました。はい、あまり関係ないですか。いや、やっぱりそのまま勝ちたいっていうのがやっぱ大きかったですね。1点も取られたくなかったですから。やはりそうですかね。自分もやっぱりすごく緊張してますしね、はい。さあここでセーフティーを試みたんですが完全に見えてしまいましたね。そうですね。でもこれで別に、はい、これでも良かったんですよね、まあ、落とすコースにはちょっと出てないようなので、はい、それで8番と9番ですか、はい、引っ付いてるじゃないですか。そうですね。打ちにくいですね、はい、別にここでチャンスボールが回ったとしても、はい、取り切られる可能性というのはそんなに高くないんで、まして僕の方がやっぱり有利、リードしている分有利で、精神的にやっぱ有利ですから、はい、そうですね、はい。まあ、いつか9番を落とす際には8番9番のコンビネーションを狙うとか何かややこしいことやってこなくちゃいけませんよね。そうですね。それにしてはちょっと難しいところにいますんで、一回崩して2つを分けるようにしないといけませんよね、はい、さあここでまたセーフティーで返されてしまいました。うまく当ててきましたが、はい、まあ、8番9番があるから、まあ、この辺りのところはそうです。間違いなく、はい、当てておけばと思ったんですけども、はい、ちょっとこれ2番を落として8番を、はい、崩せるコースに出てしまいましたね。コースに出てしまったんでちょっとミスなんですけども、さあその想像通り割ってくるんでしょうか。ちょっと9を立ててますので引く形で割ることはできますね、はい、おっと割ることは成功したんですが、そうですね、2番がミスしましたね。ミスしてしまいましたね、はい、ああいうのはやっぱりこう崩すことを考えすぎてしまって、はい、2番を入れるのがやっぱおろそかになってしまったので、はい、ミスになりましたよね。優先順位としては当然2番落とす方が先なんですけれども、そうですね、確実に2番落とさないとやっぱりダメな球ですよね、はい。まあ、それだけやはりこのゲームを取りたいという焦りが出てしまったんでしょうかね。そうですね。さあこれも難しいですよ、遠い2番、はい、ちょっと9番がかぶってますんで、はい、カーブをかけて2番を入れに行くんですけど、おー素晴らしいカーブ、はい、うまいこと入りましたよね。もう入っとけ、9番も入れとついでに入っとけと、体が右に動きましたよね、はい、あれ9番に自分の体を乗せたかったんでしょうね。9番も入ってほしかったんですよ、はい、もうこの際、はい、やっぱり気持ちでもう、はい、やっぱ価値を焦ってきてるんで、こう勝つ瞬間を味わいたい、じっくりプレーしたいというふうにはなかなか思えないもんなんですね。そうですね、そこまでの余裕はなかったですね。ただカーブショット自体は素晴らしいですね。そうですね、うまいこと決まりました、ね、遠い距離ですとカーブかかりすぎてもね、いけませんから、はい、いや素晴らしいショットを見ることができました。利川選手応援しているようですね。非常に真剣な表情で見つめています。もう横で、僕この横にいたんですけどね、はい、利川さんがもうよっしゃ大丈夫や、大丈夫、もう大丈夫や、もう大丈夫やって一緒に言ってるんですよね、自分に言い聞かせてるんでしょうかね。そうですね、もう完全に一緒にプレーしてた状態ですね、精神状態は。
乗り移ってたんでしょうね。乗り移ってますね、はい。まあ、ビリヤードそうやって見るのが一番面白いんですけど ね、まあ、また選手になると感覚ももっとより近いものになりますから。そうでしょうね。年川さんも疲れた顔になってますよね逆に言うと今度年川プロが決勝戦ついた時には、はいはい、この高橋プロが経験したことが生きてくると思いますよね。一緒に戦ってる分、感情移入してる分、もう戦ったのと同じだけの経験値を積んでしまったということも言えますよね、はい、もちろんまあ実際戦いはまた見え方が違うんですけどね、はい、ただ全く知らなかったよりはもう全然違いますよね。そうですね。そういう部分ってビリヤードって非常に大きいですから、はい、いいところに手玉ポジションしました。ちょっと9番越しですので突きにくくはありますが、まあ、コースまっすぐですからね。そうですね、問題ないですね。もう少し9番に近づいてると、はい、白球が近づいてるとちょっと危なかったんですけど。さあ苦しいところ立て直してきました。9番これサイドに狙うんでしょうか。そうです、取ってきました。高橋選手12対3としてあと1ゲーム取れば世界チャンピオンに輝くことになります。あーちゃあこれは集中してるんでしょうか、切れてるんでしょうか、どこを見てるのかわからない目になってます ね、 そうですね。ちょっともう諦めてるでしょうけどね、はい、最後のブレイクショットになるんでしょうか。高橋選手ゲーム16です。今3番と1番が追っかけて落ちました、はい、2つ落ちました。いい形の滑り出しじゃないですか。これ、ね、トラブルが1箇所あるんですよね。まあ、トラブルってほどトラブルじゃないんですけどね、はい、取り出しはまあでもいいんで。2番は左の下のコーナー前にありますよね、はい、7番8番ですね、はい、難しいんですよね。画面上の黒とエンジのところが、そうです、ね、今丸がつきました、はいはい、上の方ですね、そこがちょっと難しいんですよね。もう客席は大騒ぎですよ。あそこどうするんだろう。あ、なるほど。特にプレイヤーがたくさん見てますと、そうなんですよ、そういう次元でね。いや、あれはああだったらいける、こうだったらいけるなって言ってるんですけどね。自分だったらこうするっていうイメージがいろいろ飛び交ってるんでしょうね、はい、今のも難しいんですよね。柔らかく転がしてここまで持ってきました、はい、これはコンビできますね。4番、5番のコンビですね、はい、一番下にある2つのボールですね、はい、紫と、オレンジを、はい、2つを使ってコンビネーションで落としてこようというところですね、はい、これは4番と5番が穴に向かってまっすぐ向いてますんで、はい、そんなに難しいコンビネーションではないですね。もう並びが当てれば入るよというコースを取ってくれたんですね、はい、問題は7番8番ですよね。そうですね、まあ、次6番も少し遠いところにあります、はい、これはもうこの時から行く時は行き方は決めてた。もう決めてました。7番は、はい、キャノンショットで8番をサイドに狙うっていうのは、あ、なるほど、1番、2番を入れる時点でもう決めていきましたから、かなり早い時点でもう計画は練ってるんですね。はい、まあ、たまたまうまいこと取れたんで。ジャネット・リーのサイン写真ですか、はい、そうですね、こういったものも会場で書いてたんですね。書いてましたね。これ僕持ってますけどね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ひときわ美人に写ってますね、はい、しかしプレーしている高橋選手はそんなこと関係ありませんねさあ6番この加減ですよね。このキャノンショットでいく7番に当ててから8番に当てて、8番をサイドポケット、はい、今見える真ん中のポケットですねに入れていくという、まあ、手玉で8番落とすと、はいはいはい、6番からのポジションがすごく大事だったんですね。もう魂がボールに乗ってるような表情ですね、はい、もうこれさえ入ればもう、はい、勝ちっていうのは、ね、自分で分かってますから、はい、この鉢がまたちょっと狭いんですよね、はい、穴に向かって入るコースが角がある分ね、どうしても狭いんですよね、はい、決まるんでしょうか。決まりました。完璧です、思わずガッツポーズ出ましたね。いや、もうあれさえ入れれば、取れるっていうのがありましたから。で、思って構えてみたら7番がちょっと難しい。そうなんですよ、もっと7番は僕のイメージだと、はい、まっすぐに近い簡単な球になったはずだったんですけど、ちょっと結構ね角度がついちゃいましたね。でもガッツポーズまでしちゃったからもう外せないし。そうですよね。一回クッションに入りましたが問題なく7番決めてきました。さあこれがワールドチャンピオンシップボールということになります。そうですね、これを落とせば世界チャンピオンに輝く高橋選手、まあ、ほぼまっすぐですからね、はい、
緊張しました。すごく緊張しました。そうですよね。こんなにちっちゃいポケットみたいなの初めてだった、はい、あ揺れてました。決まりました。大きなイエーという声が出ましたね。これはもう感動しましたよ。お大きな拍手で。井上会長ですね。これプロ協会の今映ったのが井上会長なんですけどね、はい、もう会長も涙涙で、まだこの後も映ると思うんですよね、はい、年川さんがもう大泣きしてるんですよね。あいや感動の面持ちの日本選手団。いやもう喜びをかみしめるようにガッツポーズを繰り返します高橋選手。もう感動的ですね。今思い出しても感動しますね。このシーンだけは本当に。年川選手本当に自分が勝ったかのように年川選手の方が喜んでますね。高橋選手はむしろ緊張から解き放たれたという感じだったんでしょうか。結局13対3の圧勝でジョニー・アーチャーを下して高橋邦彦世界選手権優勝しました。新しいワールドチャンピオン誕生といったところで思わずしゃがんでしまいました。今振り返って高橋選手いかがですか。ですね、よかったですね。いや感動しますかやっぱり。はい、磯本さんどうですか。そうですね、あの感動の輪に僕も飛び込みたかったんですけどね、ええ、写真撮らなきゃいけなかったので行けなかったんですよね。あそうですか。非常にそれが悔しいですね今思っても。でもこのガッツポーズの瞬間はもう本当鳥肌立ちましたよね。本当に感動的な新世界チャンピオン誕生の場面でした。今日の解説は見事世界チャンピオンに輝いた高橋邦彦選手と磯本実さん、そして実況は石崎茂成でした。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。来週はアルティメットナインボールチャレンジの準決勝男女各2試合をお送りします。どうぞお楽しみに。